はい、皆さんこんにちは、こんばんは、滋賀大です。本日はなんと、ね、J2 特集ということで第11節12節を解説レビューをしていきたいなと思います。 J1 の延期分1試合と J3 の延期分も1試合ありますので、まあ、そちらもね話していけたらいいかなと思います。はい、ではまずは J1 の延期分ですね。こちらは、コロナウイルスの影響で延期となりました FC 東京対、名古屋グランパスの延期分の試合でした。結果は0対0の、両者、ドローという形になりました。ですね、1試合なのでたっぷり書いたんですけど、スペースが余っちゃったんで、なんか一言書こうと思って、これを見た感想が、まあ、決定力なさとか攻撃の形云々よりも、まあ、キーパーがね、スオービー君にランゲラックってレベルが高すぎて、ちょっと笑ってしまいましたっていうのが正直な感想です。やっぱりね、得点力をね、この2チームがすごい大きな課題なので、どうするかなっていうのが今後のね、大きな課題だと思いますので、頑張っていただきたいなと思います。はい、では、こちらは、J2 の第11節の試合となります。こちらちょっと変則的な形でね、水曜日開催、金、土、日っていう、片山のスペースが地獄みたいな、やってる方はね、打ってる方が地獄なんでしたんですね。はい、まずは水曜日ですね、徳島と岩手、5-0徳島、ケチャドバですね。はい、岩手が情けないという正直な形でしたね。得点も取れなければ守備もガタガタ。どうしちゃったもんかねと。やっぱこのままだと J3 降格してしまいますのでね、もうどうにか秋田監督しないといけないんですが、ちょっと正直希望が見えないというのが正直なところです。はい、あとはそうですね、琉球対仙台、4月23日行われた仙台対琉球ですね。こちらは2-0で仙台の、まあ、王者だけではないですけど、まあ、力の差を見せつけた形となりました。ちょっとね、カルドーゾ選手がね、ちょっとずつ当たりを出しているのがちょっとね、嬉しいかなって、個人的に結構好きな選手の、フォギーノ選手とカルドーゾ選手、二人とも好きなので、僕結構、キャラとか見た目がすごい好きなので、ね、ちょっと状態も上がってきてね、すごくいいなと思います。他には、こちらですね、甲府対町田ですね。こちら甲府が、本拠地でね、初勝利という形でした。3バックに入った菅井選手が、後半のね、10番ぐらいに、得点を決めまして、そのまま逃げ切ったという形になりました。やっぱ町田は、まあずっと大きな課題でね、得点が取れないときは本当に得点が取れないという試合が多いので、まあ、この試合もね、終了後のインタビューでポポビッチ監督が、ね、ほとんど自分たちがうまくいかなかったって話をしてたので、その波をどう抑えるかっていうのが町田が今後浮上してくるきっかけになるのかなと思います。次は水戸対山口ですね。こちら3対2で水戸が、まあ、大逆転だけではないですけども、まあ、勝利を収めたという形になりました。まあね、岸田選手がね、ゴールを決めてね、グルージャサポーターとして嬉しいっていう部分だったんですが、まあ、水戸がね、どうにか押し切ったという形でした。まあ、水戸はね、やっぱ攻撃力がやはりあるので、まあ、それをどう生かすかっていうのが、今後はね、鍵になってくるんじゃないかなと思います。最後に、栃木行った横浜市ですね。こちら 0-0 だったんですけど、栃木は勝ちたかったですね、正直。ちょっと横浜 FC の攻撃陣をほぼ完璧に抑えていたので、まあ、時崎監督さすがだなって思う反面、やはり決定力、まあ、栃木のずっと大きな課題としている決定力っていうのがやはり、ここの試合でもちょっとね、響いたかなと思います。ただ栃木がね、なんか引き分け力というか粘り力っていうのが相変わらずあるなという印象を受けたので、今後もさらに期待できるなと思います。ただし横浜 FC もね、無敗は継続してますので、まあ、いかにどう勝ち切るかっていうのが今後のポイントかなと思います。はい、では、こちらはですね、ミッドウィーク開催に行われた、第12節の、試合となります。こちらはね、水曜日に一気に11試合やったという形になりました。まあ、ピックアップすべきはですね、まず大宮対群馬、3対2で大宮なんと大逆転勝利ですね。前半0-2から3点取って、大逆転勝利ということで、ほぼ10分で3点を取り切って、大宮が勝ちを収めたという形になりました。まあ、ここもね、前線の選手たちがね、後半からもうね、しっかりとプレスを稼ぎ続けてという部分もあったんですが、やっぱりこの南選手、ゴールキーパー南選手、やっぱりなんかいるといないだけでは、たまにポカもやらかしますけど、やっぱり41、2歳、3歳になっても、やっぱ安定感っていうのはね、ゴールキーパー長いっていう部分もありますし、やっぱチームにね、落ち着かせる部分は相当南選手あるなってこの試合を見てて思ったので、ね、大宮ここから上がってってほしいなと思います。グルーチャサポートとしては複雑なんですけどね。はい、次はですね、横浜 FC 対町田ズレビューですね。こちらは、ちょっと話題となった試合でしたね。レッドだろっていうのがね、ちょっと話題になってしまったんですが、1対1でしたね。長谷川選手がキャプテン、が
ゴールを今シーズン初ゴールを決めたという試合だったんですが、やはりビニシウス・アラウジョ選手、あったかくなると調子が良くなるというビニシウス・アラウジョ選手が、後半にゴールを決めて1対1という形でした。次はですね、新潟対岩手ですね、2-0 新潟の勝利でしたね。こちらはね、すごく岩手のね、ペレスもしっかりとやっていたんですが、まあね、そりゃね、ペレスやったらね、得点を取らないといけないのにね、宮地選手がね、あんなあれを外すって、はいってね、その4、前半44分に決めた松田選手のゴールなんか全然難しいのに、あれをね、外してこっちを決めるって、本当にここが大きなね、その選手の差かな、個人の差かなと思いましたし、あのプレスをやってるんだったら 0-0 で出さなきゃいけないのに、ね、得点を取られると。で、後半スタミナ切れで何も関わらず交代策が謎。で、その交代策も活かさない。うん、秋田監督、ちょっとね、ひどいなと正直思います。ちょっと、きつい口調になりますけど、このままだとコメントがずっとできたって言ってるんですけど、まあ6連敗なんでできてないってことなんで、まあ、ここどうにかしてほしいなと思います。そしてね、佐藤選手のシュート綺麗でしたね、あれは。やっぱ谷口選手がね、入ってから、ためもできるし、裏抜けもできるしっていうのが形でったのでね、そこでズドンとロングシュートいきます。それ綺麗だったなと思います。どうにかしないと、本当降格するんで、ちゃんとしてください、本当に。ね、初挑戦なんでわかるんですけど、さすがにちょっと、もうそろそろ我慢の限界かなと、ね、サポーターも思っておりますので、ね、なんか、得点を取らない投稿よりも、なんか監督何をやりたいのかっていうのが、プランをやるんだったら、ちゃんと最後まで貫通してほしいなと思います。はい、次行きましょう。はい、次はですね、長崎対水戸ですね。こちらはね、長崎水戸の試合なのか、1-0っていう、宇野ゼロの試合なのか、松田監督らしいなって試合だったんですけど、まあ、しっかりとね、市ヶ谷ジュニア選手の1点を守り切って勝利という形でした。やっぱり長崎のね、フォワード陣はめちゃくちゃ強力なんでね、今後もね、ずっと見ていきたいなと思いますけども、上中選手とかね、J1 で見たいですね。はい、次はですね、琉球対金沢ですね、1対1で、まあ、痛み分けという形でした。琉球は久しぶりに、でも久しぶりじゃないですか。33の岡山の試合もあったんでね。まあ、ただね、この試合はね、琉球勝ってる試合だったんじゃないかなと思ってますので、勝つ蹴りたかったなという部分は正直見てて思ったんですけども、まあ、ここをどうするかですね。木名監督、なかなか切られないっていうのが、うん、ずっと切られると思ったんですけど、うん、このまま行くんですかね。まあ、今後に行きたい。やっぱ田中圭太選手がいるといいですね。はい、最後ですね。甲府対ヴェルディですね。東京ヴェルディですね。エヴェリーちょっと状態落ちてきちゃってますね。そして、三平選手がゴールを決めると気分が上がります。やったね、三平選手。三平さん。はい。はい、こちらは、J3 の延期分の試合ですね。八戸対沼津でしたね。この試合は 0-2 で沼津の勝利でした。まあね、正直これはね、沼津がね、勝つべくして勝ったなって試合だったんですけど、スタジアムの芝どうしたってくらいちょっとひどすぎたんで芝。あれは何だったんですかね。知ってる方、コメントください。なんで八戸のあのスタジアムがあんなにボロボロのボコボコだったのか教えていただきたいなと思います。あれじゃあちょっと J リーグの、日本の芝ってレベルが高いって言われてる中で、ね、だったらまず土の方がマシなんちゃったね、ぐらい走りにくそうです。ドリブルでも跳ねろだったんで、あれどうにかしないとね、やばいですよ、本当に。って思いました。はい、こちらは順位表になりますね。こちらはまあ1試合追加しただけなので、まあ、勝ち点1ずっと積み上げたってだけなので、ここはあんまり言いませんが、まあですね、やっぱね、FC 東京ね、得点が取れない。ね、上がっていきたいですよね。はい、こちら、J2 の順位表ですね。横浜 FC が、まあ、引き分けが続いているんですけども、まあ、無敗をキープしているという形ですね。で、ベガルタ仙台とアルビレックス新潟が状態をしっかりと上げてきて、今、2、3位と続いているという形になります。で、まあね、ここに至らへんのチームがね、上に上がってきて、甲府、長崎、山形が知らないで上がってきて、はい。で、ここら辺にね、いたはずだった、なんか、ロアッソ、レノファ、グルージャが、まあ、ドーって下に落ちてくるっていうね。まあ、ブルージャーね、ちょっとひどいんで、試合が。最後に J3 ですね。はい、1試合ずつ追加しただけなんですが、まあ、沼津がね、まあ、3勝3敗という形で上がってきて、ワンラーレが苦しんでいるという形になります。はい、では、次の動画でという形になるんですが、まあ、ゴールデンウィークが始まりますのでね、皆さんサッカーウィークとなるんじゃないかなと思いますけども、
まあ、頑張っていきたいなと思います。疲れますもんね、目がね。まあ、頑張って見ていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も、お楽しみください。チャンネル、登録の方お願いいたします。バイバーイ。